チュエーション37のポイントは、隣に住んでいるおばちゃんからの、クレームです。まあこれはどういうことかと言いますと、まあ普通にドレミファソラシドを練習し、Cメジャー7だったらドレミファソラシドのうちドミソシを強調して弾いたりしながら、まあ耳当たりの良い心地よいソロを弾けるようになった頃にですね、例えば隣に住んでいるおばちゃんから、あんたのソロね、もう当たり前すぎてもう眠くなって仕事の効率上がらないんだよって言われたらどうすんのかみたいなところ、はい、つまりそこのポイントになるのがテンション音と言いますんですね。で、Cメジャー7というコードを例にとってみますと、Cメジャー7というコード名にはドミソシしか書かれてないわけですね、情報が。で、そこのところで例えばナインスというテンション音を弾けばどうなるのか。例えば Cメジャー7の中でナインスというテンション音を弾けば、あ、こう響くんだとかですね。あるいはサーティンスというテンション音を弾けば、こうなんとなくミルキーな雰囲気が出るとかですね。あるいはシャープイレブンスというテンションを入れたら、あ、ちょっとなんか宇宙旅行に少し行ったかのような気分だねとか、このようにテンション音一つ一つにはいろんな表情というものがあるんですね。それをですね、まあむやみにどれでも使っていいわけではなくて、ダイアトニックコードの各役割に応じて使えるっていうそのテンションがあるわけなんですね。それをですね、以前からもずっと取り上げてきたんですけれども、そこを総括というか復習を兼ねてここで改めて勉強してみたいと思います。Thank you.